三振、142キロのストレート。真っ向勝負でしたね。そうですね、もうランナーがいませんし、うん、そのぐらいのピッチングをしていかないとね、いいところを借りてあげようと思ってもそう簡単にはいきませんよ。そうですね、はい、この回からマウンドに上がっている大谷、バッターボックスには山崎が入っています。追い込みました。どんどんと投げ込んでいきますし、そして何か国民ピッチングしてますよ ね、 そうですね、ここまでね、唐川君と比べるとね、やっぱりどうしてもスピードボールが多くなると思いますから、はい、バッターの方もそれにタイミングは当然合わせてきますからね、それに近いボールが来れば手が出ていくと思いますよね。を使ってきました、まあ、ブランコそして山崎という一発のある怖いバッター2人に対してバッティングさせませんでしたね。そうですね、スイングさせてくれませんね、まあ、今ちょっと甘かったんですけども、全くバッターの方はそのボールを見てませんからね。2アウトランナーはありません。しかしもう一人一発のあるロングヒッティングのある平田が打席です。振り遅れています。こんなにタイミング取れないもんなんでしょうか。まあ、前に投げてる唐川君がね、やっぱりコントロール中心のピッチャーですから、はい、大谷君 もうこの1イニングだけっていうことを当然言われてると思うんですよね、はい、もうこの次イニングをとにかく目いっぱいのボールでいこうという感じで投げてますよね、うん、そうですね。三振は高め、141キロ、釣り玉、スリーアウトになりました。6回の表が終わっています。4対2、マリーンズがリードしています。